いや、綺麗に捨ててくれてあるね。だから完全なる、これも漂着ゴミじゃないもんね。やりましただもんね。あ、これでもね、集めてくれてんだよ、これ。ここに。でもこうやってしょ。たぶん。こうやってんだよね。多分集めて。なんだこれも花火の残りだな。久保さんさ、じゃあ得意のインタビュー行きますよ。はい。あ、こっち。はい。黄色い袋が。あ、黄色い袋が。はい、これはどこの袋？毎年のように。ウンキホーテさんのやつ。あ、ウンキホーテさん。ウンキだよ。これドンキじゃないの？ちょ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 、ここで隠しといて。じゃあ。あ、そう。うん。ウンキホーテさんの。上等木さん。それで花火が売ってて。皆さん買ってるということね。そうね。ドンキホーテさん。うん。でもドンキホーテじゃない。前なんかね、たまたまドンキホーテさんと話す機会があって。うん。海で、うん、ゴミ拾いをやってると黄色い袋が目立ちますねって言ったら、ジュースくれた。うん。ジュースと買収とゴミ袋をいただきました。普通買収されたってことじゃないです。嫌味で言ったつもりはなかったんだけど、ね、全然。ということもありました。はい、はい、やっぱ夏場になるとゴミが多いの。来月もすごいね、きっとね。そうですね、うん、やっぱゴミ溜めができてて、はい、